1年前の去年2月、危機的な財政の立て直しが大きな課題となる中、今年度の県予算について議論していた県議会での一幕。皆さん方がいろいろお示した結果が15期、各地域の安全を保てるのかということの中で、信号機の数というものは精査していくべきだと。議題となったのは、信号機の新規設置数についてです。信号機をめぐっては、ここ10年ほど、多い時には60基、直近の2019年度では49基が新たに設置されたのに対し、今年度予算に計上されたのは、前年から7割減の15基。これでは少なすぎると、県議会最大会派の自民党が反発したのです。信号機の設置にあたっては、その警察庁が示す指針を踏まえた上で、総合的に必要と判断したというところに設置している。これを盾にされるともうつきませんよ、これ新規。信号機について所管する県警は、警察庁の指針を踏まえた総合的な判断として設置数を譲らず、議論は平行線に。その結果、自民党は県警が予算計上した持ち運びできる速度違反自動取締機可搬式オービスの導入を認めず、戦後初めて県予算案が修正される異例の事態となりました。あれから1年、信号機設置が待ち望まれていた交差点は今どのような状況にあるのでしょうか。中学校の目の前にある交差点です。まだ真新しい信号機が設置されています。2ヶ月ほど前にできたばかりということです。新潟市西区小針の交差点、今年度信号機が新設された場所の一つです。それまでは歩行者のための押しボタン式の信号機があるだけでした。この交差点、こちらの通り側にもともと一時停止の義務がありました。ただ止まらない車も多く、出会い頭の衝突事故が多発していたということです。信号機が設置される前、時には1週間のうちに複数回の事故が起きたこともあったという交差点。近くに住む人は命に関わる危険を感じていました。この上も上がったり、はい、うち突っ込まれたことがあったりしたので、何度かありましたね。はい、衝突の弾みでそのまま突っ込んできたりとかは。そうなんですね。夜だったので下の店にはいなかったんですけど、はい、で、じゃあもし下にいたら。そうですね、怖いと思います。こうした状況の中、必要性が認められ設置がかなった信号機。今はその信号に従い車が安全に通行する様子に住民は胸をなで下ろします。作ってくれっていう声があちこちから出てたんです。長年の願いがやっと叶ったっていう。信号ができたっていうのは、じゃあ住民の皆さんにとっては安心です。安心ですか。うん。一方、こちらは新潟市北区裏木の交差点。道路がやや斜めに交わり、そこに農道も合流しているのが特徴で、信号機はありません。大型トラックも通るこの交差点を運転してみると、やや鋭角になる右左折では、互いの内輪差や膨らみにより車同士が接近する瞬間も。さらに身を乗り出しても交差点の先が、状況が見えづらいですね。あ、車が来ていました。見えませんでしたね、近くまで。かなり注意が必要な交差点という印象でした。この日は積もった雪の影響も重なり、見通しが悪くなっていました。交差点に進入する車は停止線の先まで出て、運転手は身を乗り出し左右を確認し通行していきます。時間帯によっては交差点を先頭に長い車列ができることもありました。
かなり事故がもう数多く起きてます。本当に絶対あの信号は必要だと思います。必要な交差点だ。こう話すのは以前現場近くの自治会長を務めていた梅川徳太郎さんです。7割って聞いてどうですか。事故が多く10年ほど前から信号機設置を要望していると言いますが、かなっていません。つかない理由って何か。その時はやっぱり順番とか優先順番とかあるんで、なかなかつけられませんってお話ですけどね。お金のないのは大いに分かりますけども。共に要望が上がりながら信号機設置で明暗が分かれた交差点。その信号機については警察庁が限られた予算を最適に配分することが重要として2015年に設置の指針を示しています。これによると車同士がすれ違える車道の幅があることや、ピーク時で1時間に300台以上の交通量があることなどが設置の条件となっています。県内で毎年100件から200件の信号機設置の要望が寄せられる中、県警はこの指針に照らし個別に設置の可否を判断していると説明します。しかし今新規設置数が大幅に減らされたことには信号機を待ち望む住民にとって疑問が残ります。重大事故が起きたらもうおしまいですからね。納得いきませんけども皆さんの大事な税金ですからさ、本当に大事なところに使っていただきたいと思いますけどね。現在編成作業が大詰めを迎える新年度の県予算。 NST の取材では20基余りの信号機の新設が予算要求されています。信号機をはじめ私たちの生活に身近なものの予算はどう判断されるのか、関心を持って見ていく必要があります。